竹村忍は日本の俳優である。本名は岡林信を別芸名竹村哲二。竹村信を竹村信夫と表記した時代もある。盲頭劇と呼ばれたサイレント映画、恋は死よりも強し、灼熱の力、鉄拳獣王などに主演し、1920年代鈴木伝明、高田実、朝浅岡忍、広瀬恒美らと並ぶ。 活劇スターとして知られる。1900年7月4日、東京府東京市に生まれる。1920年、横浜、元町の対象活動写真に設立とともに入社、栗原トーマスに指示して演技を学び、同年11月19日に公開された同社の第一回作、アマチュアクラブに出演し、満20歳で映画界にデビューした。同作においては、 竹村信夫とクレジットされている。山本カ次郎の回想によれば、当時の竹村は、俳優というよりも主に撮影助手を務めており、酒にも女にも困らず青春の日々を謳歌していたと、いう。当時の同社の仲間は、山本のほか高橋栄一、内田恒次郎、栗城太郎らがいて、常に、幕与太平と、紅沢陽子夫妻の本木十二点の家に、 入り浸っていたという。1921年9月、大一が撮影所を一時閉鎖、制作を休止すると、幕、赤沢夫妻、岡田時彦、内田富井上金太郎、二川文太郎、江川売れオらと共に、京都に移り、牧野正蔵が日活から独立して始めた、牧野教育映画制作所に移籍した。1923年6月1日、 牧野映画製作所が設立されると、本格的に俳優業に専念し、井上金太郎監督の迷宮の鍵等で主演した。1924年7月、牧野映画製作所が、東亜キネマに吸収されると、東亜の紅用撮影所に移動し、1925年6月、牧野正造が牧野プロダクションを設立した後も牧野には戻らず、 東亜キネマ公用撮影所に残留した。恋は、死よりも、強し、灼熱の力、鉄拳銃を等に主演し、鈴木伝明、高田実朝浅岡忍、広瀬恒美らと並ぶ、活劇スターと呼ばれた。1929年には、東亜キネマを退社して、日活渦正撮影所に移籍同年に公開された、内田トム監督の、生ける人形に、 竹村哲次の名で出演、翌1930年には同社を辞めている。1932年、松竹蒲田撮影所に入社、竹村忍の名に戻って、同年1月14日に公開された、佐々木康史監督の夜はお静かにに主演している。1982年9月2日、死去した。満82歳没。特筆以外すべてクレジットは、 出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。すべて制作、配給は、対象活いすべてサイレント映画。 すべて、竹村信夫名義である。すべて制作は、牧野映画制作所当時院撮影所。すべて配給は、牧野映画制作所。すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、東亜キネマ公用撮影所。すべて配給は、東亜キネマ。すべてサイレント映画である。すべて制作は、東亜キネマ京都撮影所。すべて配給は、東亜キネマ。 すべてサイレント映画である。すべて制作は、日活渦正撮影所。すべて配給は、日活。すべてサイレント映画である。すべて、竹村哲司名義である。非常戦の女の竹村、三32歳当時。すべて制作は、松竹蒲田撮影所。すべて配給は、松竹キネマ。特筆以外すべてサイレント映画である。竹村哲司に関するカテゴリー。 ありがとうございます。